はい、皆さんこんにちは、ワナリキルフィジです。今回はプレイステーションの機動戦士ガンダム逆襲のシャア編の続きをプレイしていきたいと思います。では早速ステージ2になります。スイートウォーターの政府が我々ネオジオンの政権を承認するのにさほど時間はかからなかった。連邦は我々の艦隊に対しまだ軍を動かす気はないようだ。きっとロンドベルにいるアムロは歯がゆい思いをしているだろう。ララス意識が永遠に生き続けたら拷問。私は永遠にあなたたちを見ていたい。そりゃエゴだよ。私は永遠にあなたたちの間にいたい。シャアは否定しろ。彼は純粋。純粋だと。情けないモビルスーツと戦って勝っても意味がない。ララースーンは敵対するアムロに求めていた優しさを見つけた。あれがニュータイプ同士の共感だろうとは分かる。だがここがまた一面戦争自体に戻りそうですね。アーバーワークーへ進行中の連邦の艦隊、その中にあの木馬の姿もあった。キシリアの艦隊は艦隊特攻に対しモビルスーツ戦でこれを殲滅する作戦に出た。シャアはゲルググ、まあ、いわゆるシャアゲルググ、シャア専用ゲルググで出撃ですね。シャアです。ダラースン少尉のエルメスが信号。続けて出てください。例の白いやつも出てきたようです。お気をつけて。ララ、先に行け。ザクは私が引き受ける。はい、大佐。ここはガンダムではなくて、ジムとまずちょっと戦うみたいですね。できるだけここでダメージを受けたくないなと思って、しっかりと回避運動をしながら、無駄弾をあまり打たずに戦っていきたいなというふうには思いますね。はい、倒しました。まあ、何発かかすりましたけども、ほぼ無傷の状態で、ジム倒せました。なぜなの？なぜ遅れて私はあなたと出会ったのかしら？あなたと出会ったからってどうにもならない出会いなのに。しかしこれは事実だ。認めなくちゃいけないんだ。
出会えば分かり合えるのに、なぜこういうふうにしか会えないのかしら。あなたは私にとって遅すぎて。僕にとって突然すぎたんだ。人同士ってこんなもんなんだよな。こんな。ララ、やつとの戯言はやめろ。大佐。さあ、ここからはガンダムですね。ガンダムは、まあ、特にライフルに含めて強力なので、食らわないように。食らった、いきなり食らった。打ち終わりを狙われるとかなり苦しいので、ちょっとね、ガンダムのビームライフル出てくるタイミングには、十分にちょっと気をつける必要があるかなと思いますね。食らったね。そうか、エルメスのビットの支援が受けられますね。これは大きい。食らう、食らった。ライフルを打ちながらサイドにステップを踏んでると、その流れの時にちょっと食らっちゃいます。なのでここはもうエルメスのビットの火力をちょっと当てにして戦いましょうか。まあ両方ともマシン、ビームマシンガンもビームライフルも、そしてエルメスのビットも、弾切れの状態ですが、ビームライフル回復しましたね。どっちかっていうと、だから、うわ!ガンダムに先にライフル撃たせた方が楽かもしれない。うおー、めっちゃ撃ってくる。今、ビームライフルと、あとエルメスのビット攻撃両方溜まってる状態なので、この時に、集中的に攻撃を当てる。よし。ガンダム、赤いモビルスーツ。兄さん、下がってください。大佐、いけません。何？兵士やか。シャア活動。大佐。ラロ。ガンダムは倒せん。なら、私を導いてくれ。はい。というわけで、シャーゲルビグデッガンダムと対戦しました。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。